あれいつからなんやろな、洗面器にお湯張ってリンスを薄めてたんはいつからなくなったんやろ。え？なんて？虹。あ、ほんまや。虹なんか絶対画面に映らんで、これな無理やろな。はい、橋本ブログ橋本です。タンデミストも行ってますよ。おはようございます、ダメっ子です。今日はね、丹波笹山市にあるお蕎麦屋さん、お蕎麦屋さんに、お蕎麦屋さんに行こうと思ってます。別にね、そんなお蕎麦の味がね、分かるほどのグルメではないんですけど、なんやろう、今まで食べたことのあるお蕎麦ってそんなに特別美味しいなって思ったことないような、なんか美味しいお蕎麦を求めてちょっと行ってみようかと思っております。風が強いね、今日。天気予報午後から晴れるって言ってるんやけども、まだ曇ってますね。で、今日はね、寒いやろうっていうの分かってたんで、防寒着をね、完全防寒でもう真冬仕様できてますんで、寒ないな、全然寒くない、完全防寒仕様で行こうと思っております。そば売り切れてないかな、お腹減ったな。両手話やった。ああ、ここ綺麗や。すごい。めっちゃ高い。天気良くなってきたんか。でも変わりやすそう。これ雨降るやつやな、いやだな、だんだん暗なってきてるけど、やばいな、不安かなあれ絶対やばいよ、先はやばいよ。さて、次はトンネルを越えたらどういう明るさになってるんでしょう。これで楽しいな。なあ、曇ってる、夜景やばなってきてる、すごい雲、ずっと雲なあ、空見えない、はい、やばい、やばい、どんどんやばいやばい、めっちゃ濡れてるやん、なあやばいな。紅葉綺麗ねんけど、暗いのが残念。緑と差が激しいな。そうやな。みんな同じとこ行ったらどうしよう。どうしよう、いっぱいあったん。いっぱいかもしれんけどな。いっぱいちゃう？うん、あ、今のとこ分からなかった。この辺入って U ターンしよう。あ、いけるわ。どこか分かりません。これは右やな。右？え、どこ？手打ち公家書いてある。いけるのかしら。この看板やね。めっちゃ待ってんじゃん。なん、どんだけ行列ある。めちゃ言うほどでもないか。
いやー、参ったね。お蕎麦屋さん出てきたら激しい雨が降ってました。ね、気温も8度にまで一気に下がったもんな。でも雨が激しかったんでカメラとかが防水じゃないんで、動画撮ってないです。ほんであれやん、お蕎麦の感想を言わなかった。細かったね。めっちゃ細かったな。十割蕎麦であの細さはあんまりない。まあでも美味しかったも美味しかったな。蕎麦湯がな。蕎麦湯美味しいね。蕎麦湯あったまるし美味しかった。なんか濃厚で甘みもあって。トロトロやったな。美味しかったね。お蕎麦の味がやっぱり僕らにはあんまり分からんのかな。あれは多分でも美味しい方やねやろな。お蕎麦難しいわ、分からん。分からんな。分かるようになりたいんやけど、雰囲気はすごい良かった。あったかい気持ちでね。まあそんな感じで今回はお蕎麦を食べに行くという回でした。それでは今からまだ曇ってんねんけど大阪の方に帰ろうと思います。それでは次回まで、さよなら。さよなら。